はい、安全で使いやすいカープレイアプリの見せ方という内容で発表させていただきます。マルと言います。 iOS 中心に開発しています。はい、突然なんですけどカープレイで抑えたいポイントを紹介したいと思います。カープレイで抑えたいポイント、自己流ですが3つまとめてみました。リストの内容は情報の優先度を考慮することやダークモードの色を設定すること、また最後にユーザーの判断が楽になるような文章や色使いをすることです。はい、今回はヒューマンインターフェースガイドラインズをもとにして、まあ、具体例を合わせてどんなことを気をつけたいか説明していきたいと思います。はい、最初に、まあ、皆さんご存知かと思いますがヒューマンインターフェースガイドラインズにはカープレイ用の説明もあります。今後長いのでヒグと説明しちゃいます。はい、じゃあヒグについて 見ていきたいと思います。最初に操作についてですが、カープレイは社内で使うナビみたいなやつなので、まあ、画面に集中させないタスクにする必要があって、まあ、素早く完了できるものが良いとされています。はい、次に視覚要素についてですが、レイアウトについてユーザーにとって有益な情報を大きく見やすく表示することとか、まあ、同じような機能は同じような見た目にして、まあ、操作性を上げるということが大事になってきます。次に色についてですが、色にはインタラクティブな要素、インタラクティブであることを表現しやすく表現するもので、なので操作できるものとできないものは色を分けるとか、まあ、操作できるものだけに色をつけるという工夫が必要になります。また見やすさのためにダークモードの設定も必要です。次にエラーの表示ですが、エラーの表示は運転中にあまり全画面に出したくないので、どうしても必要な場合のみカープレイ上で表示をします。最後にこちらはヒグではなくてカープレイのプログラミングガイドに載っているものなのですが、リストの項目や地点数の表示は、車種によって決まってくるんですけど、まあ、12個までというものがあります。なので限られた数の中でユーザーにとって関連性のある情報を優先して表示する必要があります。さて、このように、基本的にテンプレートによってレイアウトは固定されてるんですけど、今まで紹介してきたヒグをどのように使えるんでしょうか。はい、実際に具体例3つ挙げてみました。まず最初に一貫した見た目にすることです。ですが先ほど言ったようにレイアウトはほぼ決められていて、まあ、ボタンの色も結構水色のティントカラーが固定されていることが多いです。はい、ここで1個例があるのですが、この画面ではトレーラーコントローラーと書いてあって、感度を上げる下げるというようなボタンが2つあります。でこの上げ下げのボタンは、まあ、同じ優先度のアクションなので同じ見た目にしているという感じです。2つ目にリストの内容は重要度を考慮するということです。リストにはユーザーが選択しやすくするために重要度の高い情報に絞ることが大切になってきます。で先ほど言いましたがリストには表示できる数が制限される場合があるということです。でその制限の確認方法は CP センションコンフィギュレーションのリミテッドユーザーインターフェースで確認することができます。でここに1個表示を作ってみたのですが、まあ、修正前これは地点検索結果の例なんですけど、まあ、1つの地点のセルにじゃ地点名とか書いてありますが住所が見切れていたりしていろいろ情報が欠けてきています。でヒグに基づいてちょっと情報の優先度や内容を整理したところ、所要時間を手前に持ってきたり住所が全部見れるということでユーザーはなんか地点行きたい地点を選びやすくなったんじゃないかなと思います。はい、で最後にダークモードライトモードで見栄えを良くするということです。車内は暗いので、まあ、明るく色を見やすくしたいという感じです。で、Apple のシステムカラーを参考にダークモードの色を用意するのがいいでしょう。ちょっと分かったことデザインテンプレートの制限が厳しかったりしますが、ユーザーが直感的に見やすく選択しやすい表示にすることが大切だと分かりました。それをもとにこのポイント3つを選びました。ご清聴ありがとうございました。